ビーボボククチャンスネチャンル。ネル。あれ？俺そんなにラグないな。あれ？これ限界だな。今ちょっと。ビーボクスチャンネル。はい。ということで皆さんお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。元気ですか？元気でございます。元気でやってます。はい。ね、僕今日は田村君と一緒に仕事だったんですけど、はい。まあ、田村君は一緒にっていうか同じ番組出てんだけど見学会っていう、おお、まだタイトルはちょっとね言えないんですけど、ね、そうです、まだちょっと言えないんですが、やっとでも共演できたっていうね。いやもう超嬉しかったです。いいですねやったね。今日は共演です。今日は元龍馬だけどな。そうですね。共演はこの間のねチャリティーのやつではねみんな一緒に出ましたけど、はい、そうですね、楽しみだな。仕事としてはね残すところ龍馬のみでございます。そうですね、まあ、頑張り頑張り、自分も頑張って共演できるように。いやいいなと思って田村君共演して。ジェラシーですね。ジェラシー、ちょっと嫉妬ですよ、嫉妬。今日ねでもね僕もらった台本の中にね1話抜けてて、何話しますって言われて、あ、ないよ田村君が、自分の使ってくださいっつって。おお、ナイス助け船じゃないか。いやもう今日僕先にもう自分の分収録していて、その後に先方さんのご厚意でこの後和彦さんいらっしゃるからよかったら見学していくっていうことで和彦さんの収録風景を見させていただいていて、ちょうどその抜けてたところと僕がやったところの台本が同じ台本があって、そうか、ああなるほどね。そうなんですよ、ね、僕もあそこで出番があったからその台本があったので、そうだね、それですぐ去って渡すことができたので、ナイス。もう、まあ、今日本当に見学に来てよかったって、あれ仕事はちゃんとしたぞって。完成したらさちょっと、はい、続けて喋ってたもんね。そうですね、的にはね、出会うところがあったので、そうそう、なんで掛け合いも、はい、田村君と芝居掛け合いをやるところは私一生懸命ございました。そうなんです。いいんじゃないですか、新鮮な気持ちで。僕のところもねこんな感じだけどね。そっこら。別に舐めてるわけじゃないんだけど、あのね、なんか全部新鮮な、うん、そうそう。なんかまあタイトルは言えないですけど、前にテレビで見た番組のこうオーディオ版だったから結構内容はよく知ってたから、そんなにこうね台本は深く見なかった。なるほど。あ、こういう感じねと思って。収録形態的にもあれですよね、目を通してこう生っぽくやるとかいろいろな方法はありますもんね、アプローチとして。そうね、難しい言葉いっぱいだったらたくさんやった方がいいですけど、こう、あ、そうそう、ちょっとでも難しいのはあったよ。そうですかね、学校の名前っていうかね、なんかもう言えねえ言えねえ。これ以上危ない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 。そうですね、やり方いろいろありますよねとかトークしていくとね作品名出ちゃうから。危ない危ない。でもなんかそう、今回の僕の役は本当になんかそこにいるっていう感じを重視して演じたっていうか、存在するっていうことをなんかね、だからあんまりこうなんかセリフを張ってとかここを立ててとかそういうセリフじゃなくて、割とこう自然に喋っておりましたね。いいですね。うん、聞いててもそれが本当にすごくて、もう聞いていて衝撃を受けている。そうなんです、まあ、僕はやっぱどうしてもなんかその膨らむ、どれだけ膨らませられるかみたいな、結構大きく大きくっていうことをやりがちなんですけど、結構やっぱ和彦さんとかこうそぎ落としてそぎ落としてこう一点こう貫くみたいなお芝居をされていて、うわもう俺はこうなるのに一体何年何十年かかるんだろうかって思いながら、すごいいい経験させていただきました今日は。
47年かかりましたから。私も。そうですよね。ねえ。そう。そう。まあでも、そうね、5年、10年じゃあれかもしれないけど、20年ぐらいしたらそういう域にね、みんなだったら出すんじゃないの？確かに背中を見せてもらってる分、せっかく背中を見せてもらってる分、ちょっと早くそこにたどり着ける修行はしたいですよね。あ、うん、そうなるといいね。朝さんはあと10年でそこに行けるっていうイメージあります？やっべ。どっかに声が飛んでちゃった。そうなりたいものですね。そう、本当そうなりたいっていう気持ちはもちろんありますけど。そうなってくださいよ。なりましょう。もうすぐにこうやっちゃうからもう。さて、しかし。最近どうよ、こうなんかさ、まあ、D-BOX チャンネルでもね、再三言ってはいるけど、こう、仕事がさ、の携帯がこう、なんていうの、バラバラに撮るようになっちゃったじゃん。はい、そうですね。なんか言うたら、僕なんかは結構楽ちんちんな感じで。あれ、みんな固まった。大丈夫かな。あら、あれ、ちょっと、ワクチンチンで固まるのは良くない。俺ら普通に笑ってたやつなのに固まるの怖いな。で、ほら、ね、シーンだね。制作さんはもう非常に大変なわけじゃない？そうなんですよね。今までだったらね、10時から15時で撮ればね、収録できてた番組を、うん、できたもう僕らがね、こうバトンタッチみたいに言って結局1日かけてやってますからね。取って一回一回消毒して換気してみたいなことをやって、うん、本当に大変だけど、まあ僕は言うたらちょっと行ってやって帰ってこられるから体的には楽だよね。うん。司、うん、さんなんかどうなの？その、そうですね、まあ最近ちょっと分量の多い役とかもやらせてもらえてるおかげか、その2人以上で入れるスタジオの時は、うん、やっぱりこの掛け合いのある同士で呼んでくださる、うん、あ、そうね、気を使ってくれてね、うん、おかげでなんとか、うん、なんとかやりやすくはやれてますけど、一人は僕は楽ちんではまだできないかもしれないですね。うん、寂しいよね。あ、それもあります。もう本当に一瞬で終わっちゃったりするんで、うん、この間も早見翔と堀内圭子と久しぶりにさ3人一緒に、すごい、すごいなあったんだけど、なんかまあそれね、そんな長い時間じゃなかったけど、めちゃめちゃ嬉しかったよ。やっぱそうなりますよ ね、 そうですよね。生の声聞きながらこうお芝居ができるっていうのをさ、うん、これを普通にやってたんだよなと思いながら、で最近ね、そのクラスとなかなか会うこともなくなってきたから。そうですよね、番組に一人しかいなかったりとかっていうのもあれば、この収録のせいだったりもいろんなありますもんね。なんだけどね、なんか一緒になれてすごいよかったなーと思って、嬉しいな、楽しそう。そうなのよ、楽しい。わきあいあいとして。あ、でもやっぱ、ま、コーチとかね、一緒になったりとかね、洋画の方でね、おー、大塚包丁とかさ、一緒になると やっぱいいよなと。なんかね、みんなじゃないけど盗みてえなって思うもんね。ああ最近どうしてんのよというこのね、リアルタイムの、うん、盗みたい。松川さんとかやっぱその現場に行ってもその収録形態少なくなっちゃってるから、やっぱ寂しいなっていうことを
おっしゃってたので、やっぱ現場って今こういう風にはなってるんだけど、僕たち新人からしてもその先輩から学ぶっていう機会がすごい少なくなってしまっているので、そういう機会はちょっとどこかで、なんとかなんとかって思いながらですね。そうですね。先輩から学ぼうと思ってる人っているのかな。わりかしそういうことをするのが好きな連中の集まっている業界だと思う。こう、あんなのあるんだ、あんなのあるんだみたいな。そうだよね、うん、じゃあやっぱ寂しいわな、うん、寂しいですね、寂しいですね、うん、さあ、寂しいともね、言ってられないのでね、なんかね、今回は、この B-BOX チャンネルも、何週もみんなと、寂しいので。あれ、だってさ、別に、和彦さん一人で趣味取ってきてくださいとか。みんなは、みんな趣味やった時さ、俺、みんないたのにさ、俺の番になったら誰もいない。ピンでだからもうしょうがない、後ろにあるような景色のねここでサップ乗ってきましたよ。かっこよかったですね。大変だったよ。めっちゃおしゃれでしたけどね。確かに自分で撮りながらサップするの大変っす。浜に1台置いてそれであのボードに乗ってボードに1個置いてでそのボードに置いたGoPro をここにつけたりとか手に、ああ一人称の時、なるほどなるほど、そういうことだったんだあれは。で浜に置いたやつをまたすぐ取りに戻ったりとか。大変すぎる。何やってんだろう。つながってるように見えてここは大きな努力があったカット割りですねみたいな。ぼかしてる、動いてる間カットしなきゃいけないじゃん後でね。うん、結構ね大変だった、対策だったんだ。いやあれ一人で全部やってんだもんね。そうそう、乗っかってってこう説明して乗っかってってこう横切って消えたところでもう一回戻ってんだ本当は。浜に戻ってきて回収してでこの GoPro に切り替えてもう一回同じことやってってむしろ映画の撮影と似たことをやってますよね普段のやつより。一人でねなんかこそ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 周りからして何やってんだろうあの人って何やってんだろう。まあ何やってんだろうっていうぐらい人いないんだけどさ。ああそうかそうか今は、ね、海水浴ももうそうか今年はねダメだからね。うん、本当に近所の人しかいなくて、うん、だから近所の人に見られてるのが恥ずかしいよね。あそこのお家の人何やってるんだろう。あそこのおっちゃんだよみたいな。一人で喋ってる。むしろ誰か分かってるっていう恥ずかしい。なんで、今日はですね、なんか何しようか。せーの、B-BOX チャンネル。